보니까 우리나라 출장인데 정준 메뉴 중에 제일 많이 먹는 게 고추장 라면. それで私もこの食堂行ってきました。韓国現地の人が通うグルメ人気店に行きたい。外れがない韓国のグルメカフェ巡り、現地韓国人ピヨコの最新グルメレポート始めます。皆さんこんにちは、韓国女子のピヨコです。今回は韓国大統領選で当選したユン・ソギョル氏が訪問して話題になったミョンドンから10分距離にあるキムチチゲの店に行きます。美食家としても知られているユン氏の行きつけの店だから信頼できるかな。それでは早速ミヨコとソウルグルメデートスタート。カフェにも行くよ。今回のスポットは地下鉄3号線キョンボック駅です。ミョンドンからは10分です。はい、皆さんこんにちは、韓国女子のピヨコです。この間韓国で大統領選あったじゃないですか。そこで新たに大統領として当選した、はい、ユン大統領、今回行ったキムチチゲの美味しい店があるんですけど、はい、そこに行ってみたいと思います。では皆さん準備できた？スタート。まずスタート点はこちらです。ミョンドンからも近いチョンボックン駅です。キョンボック駅の3-1。そしたらこう出ると左へちょっと大きな路地が出てきます。こっちに入ります。トゥンナゴンっていう韓国の家庭食屋さんに行きます。韓国のお母さんが作ったキムチチゲが味わえるところです。ここを右に曲がります。ここすぐなんですけど、向こう見えますか？よき。え、ここ何売ってるところ？結構並んでますね。ソーリーってコーヒーかな。あ、かわいい、かわいいね、ハンバーグ。はい、こちらです。ここに行きます。ここ、はい、名前がちょっと面白いですけど、トゥンナゴンっていうところです。45年の伝統を誇る、はい、もうとりあえず行ってみましょう、お腹空いたから。ピヨッコ来ました。김치찌개계란말이하나네この席で今回当選したユンさんがここでキムチチゲを食べたって言って、このエアコンがあって、はい。すごい。で、맞아요、맞아요、맞아요。お、お、お、感謝。맞죠。はい。가자。이게저거。わ。우리집사람。わ。저거봐。안쳤던데안쳤어우와안쳤어네여기가저것하나보여줄까어떤거야강정원이사인한거강정원이알아아네알아알아오네우와엄청나네요私이요이요そうですね、すごく光栄なんですけど、ここに書いてあります。ユンソクヨル当選者食事をした席って書いてありますね。こちらがメニューです。はい、ケランマリを持ってきてくれました。卵焼きですよ。はい、見ると、はい、おかずはこうなってますね。잘됐어요。はい、キムチ。나일본분이에요우리한국사람일본사람아니저는한국사람인데 일본사람상대로유튜브하고있거든요아목소리가여기일본사람인데 한국사람인데이렇게잘해요영화를아네배웠어요오수고했네사장님여기반찬좀넣어주세요네この食堂の社長さんめちゃくちゃ親切で面白いです。はい、それでいよいよキムチチゲ、あとご飯、でっかい器に出てきますね。わあ、はい、こんな構成になっています。美味しそう。それではいただきます。美味しそう。
ここのメニューには韓国語で鮮ごぎキムチチゲと書いてありましたが、鮮ごぎっていうのは直訳では生肉ですけど、冷凍ではない新鮮な豚肉がチゲの中に入ってますよっていう意味です。はい、こうやって小皿に入れてキムチチゲを美味しく食べるだけです。これからは맛있어요진짜이제먹어요어맛있어요찍느라김치게맛있어국물한번떠볼게요먹을게요 근데얼굴도가오도저기일본처럼비슷해얼굴가오가똑같이얼굴도왜요먹어봐거짓말거짓말이야조미료를안내먹으면この店のキムチチゲはまさに韓国の家庭でしか味わえないうまさで、熟成されたキムチの味がスープの中に染み込んでいてとても美味しかったです。ケランマリ、うわ、しっかりとなってますね。本当にこう家庭でお母さんが作ってくれた感じ。韓国のケランマリはだいたい塩ベースの卵焼きですけど、中にはネギも入っててふんわり感があってとても美味しかったです。ご飯と一緒に、지지자분들도되게많이오시겠어요지지자분들이집이원래코로나터지기전에도원래유명한집이에요아근데더유명해지는 근데이제코로나때문에손님이없었는데왔다하시는바람에손님이엄청많았어요원래그냥자리먹고싶은집이에요왔다고나니またこう写真が自慢してる面白いはい、すごく楽しくごちそうさまでした。うわ、すごい青空今日。わかった、怒らないで。わあ、ここすごく落ち着くね。車もあんまりないし。でもね、それ聞いた、5月以降になると青瓦台開放するんだって。あ、ちょっと待って、かわいいカフェ発見。もっかピヨコかわいい、アウト。わー、すごい穏やか。ここはね、なんかちっちゃくてかわいいカフェが多い感じがします。あっちの路地とか入るとね、なんかありそうな感じがしません？なんかどうしてもこの路地が気になるよね。だって私は路地が好きな女だからね。あ、すごくあったかくて綺麗じゃない？こんな感じの道とか、フリードムイプダン、どっかで音楽が聞こえてきた。カフェかな、やっぱり。お、めっちゃイプダン。あ、ここね。あ、並んでる。ピヨコアウト。カフェかな。ウェイティングリストまた書かなきゃいけないんだって。ピヨコアウト。かわいい、ケーキ食べたい。おいしい。いちごケーキにしようかな。いろんなケーキが置かれています。すぐだけよ、アメリカの建てたご飯なら。こんな感じ。ここはもう完全にデザートカフェですね。まあ2階終わって、インテラス席にしたかったんですけど、席が満席なので、結局私はこちらの1階のテラス席にします。はい、私のアメリカーノと、やっぱりアメリカーノには甘いいちごケーキですね。じゃーん。歩き疲れて、もう本当に有名なカフェに行っても全部満席やから入れずはい、本当に有名なところはこれから私が平日に出てきて、その時にまあ撮影しようと思います。私の日本語今大丈夫？めちゃくちゃやねなんか頭の中はちょっとね、整理ができてない感じ。
あったかいからみんなテラス席好みますよね。実はこの2階が欲しかったんですけども取られちゃった。はい、ということで今日はここで、はい、退勤したいと思います。はい、これからもあの韓国のいろんなところ、美味しいところや有名なところを回っていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。はい、今回の動画が面白かったらいいねと登録のボタン押してくださいますと、私が動画をアップするにあたって大きな力となります。はい、それでは皆さんまたねー。止まんなよー。あ、すごいね風今日。